はい、ゲームコレクターの酒館です。本日は2021年6月28日、今日もね、月曜0時のねゲーマーさんの人気記事ランキングを1位から順番に見ていこうかと思いますが、その前にね、まず僕の記事から、はい、集まれ獣のオープンワールドバイオミュータントゲームコレクターインプレッション、こちらね、5月29日に、公開されてるんで、まあ、約1ヶ月前なんですが、僕のね、最新の連載のやつね、ゲームコレクター先館が直感を向くままに10時間プレイしてみたの方のね、連載なんですけども、まあ、未だに最新になってますので、まあ、ちょっと次が、まだ次のやつやってないんで、来月になっちゃうかな。はい。ということで、まあ、とりあえずそれまでの間、こちらを見ていただければと思います。ゲームもね、面白いと思います。ちょっと僕もさすがにこれ記事書いた後、よく考えたらこれのインプレッションの後動画も撮らなきゃなと思ったら、1ヶ月経ってたんで。まあいいや、記事の方行きまーす。はい。ということで、1位、シャドーバース、無条件でプレイ枚数を加算するエルフの1コストスペルが登場。リナセントクロニクル、新カード2枚を紹介。バカ犬さんという方の記事ですね。6月23日の記事ですね。はい。6月29日に追加されるシャドーバース第21弾カードパック、リナセントクロニクルの新カード2枚をゲーマー独占で先行公開ということで、はい。まぁ、ちょっと僕もアプリの方よくわかんないんですけども、まぁ、ゲーマーさんの限定でっていうことなので、ぜひね、見ていただければいいと思いますし、まあ、そういう都合もあって、やっぱりこう、人気記事になるんだなぁと勉強になります。はい、次。原神が手のひらサイズの可愛いチビぐるみになって、プライズアイテムに初登場。これ、ゲーマー編集部の6月25日の記事ですね。バンダイスピリッツプライズ事業部は、原神のプライズアイテムを2021年10月より全国のゲームセンターへ向けて順次投入する。原神って実はあんまりよくわかってないんだけど、まあ人気、話題になってるのは知ってんだけども、そもそもこんな可愛いキャラだったっけっていう印象もあるけど、まあでも売れてくるとそうキャラクター化していくのかなという、まあ勉強になりますよね、そういうのは。また勉強なんて言ってもしょうがないんだけど。はい。まあそういう意味ではね、ね、鬼滅だって可愛いキャラあったらリアルキャラもあるから、やっぱり、まあこういうところはバンダイさんうまいなっていうふうに思いました。はい、次。アーケードワンナップアウトランが8月に発売。ゲームセンターさながらの操作感で楽しめる家庭用筐体。これもゲーマー編集部で6月22日の記事ですね。社員は家庭用筐体アーケードワンナップアウトランを2021年8月に発売する。アーケードワンナップアウトランはドライビングゲームアウトランを自宅で楽しめる家庭用筐体。ステアリングやシフトレバー、ターボボタン、アクセル&ブレーキペダルが搭載されており、当時のゲームセンターさながらの操作感で遊ぶことができる。座席は前後に移動でき、ペダルとの距離を自由に調整可能だ。ということでね。いやー、これワンナップシリーズって、半分ぐらいのサイズでしたっけ？ちょっと小さい、昔というよりは小さいサイズのやつだったと思うんですけど、アウトランなんかね、どうなんでしょうね。でも、なんだろう、体感ゲームって言うとどうしても家庭用ゲーム機に持ってくるとね、コントローラーをどうしてもこう、ちょっとしょぼいものになってしまう。ハンドルコントローラーとかはあったけど、ちょっと操作感やっぱ違うってあったから、まあ、そういう意味では初の試みなのかな。まあまあ、グランツーリスモとかのね、リアルコントローラー5万ぐらいしたりしてね、チェア整えてとかあるけど、まあ普通にね、アウトランとかの時期だとそういう感じでもなかったから。まあでも、なんだろう。ね、アーケードゲーム好きな人でコレクターさんとかってもう部屋にね、ゲーセン作っちゃったりしてるじゃないですか。そういうところに入るのに、こう、たり合うのか、そういう普通昔のアーケード筐体と並べるとしょぼく見えるのか、ちょっとそこはちょっと気になるところです。個人的には邪魔だからいらないかな。で、次、ファイアーエンブレムアーモリーコレクションシリーズの新商品が発売決定。炎の台座のピンズなどが登場。これもゲーマー編集部で6月25日の記事ですね。インテリジェントシステムズはファイアーエンブレムのキャラクターが手にした数々の装備品を立体化するシリーズ
アーモニーコレクションよりミニ聖剣チルフィング、地層ゲイボルグ、魔剣ミストールティン、ミニソウルカティ、ジュランダル、アルマーズ、ホノン財座を発売すると発表した。ファイアーエンブレム聖戦の系譜より聖剣チルフィング、地層ゲイボルグ、魔剣ミストルティン、ファイアーエンブレム劣化の剣よりソウルカティ、ジュランダル、アルマーズのミニサイズが登場。またファイアーエンブレム覚醒より西王国の至宝である炎の台座がピンツになって発売される。なんかちょっとこう早口言葉っていうか言いにくい言葉並べみたいなところがあるけど、なんだろう、僕アイテムの名前とかって普通よく遊ぶゲームではあんまり名前覚えないんですけど、これやっぱファイアーエンブレムシリーズやってる人からするとこれちゃんと普通に読めるのかな。くだらないとこ興味持っちゃったよ。うん、あとインテリジェントシステムズさんっていうのは、まあ、開発会社なんですけど、まあ、カードゲームもねやったりとかね、結構こう昇魂たくましいというか、なんかやっぱりこう多岐にわたってやってる感がありますよね。もともと多分任天堂のあのツールとかね作ったりしてて、まあ、ゲームも開発してるけど、結構任天堂とすごい近いところなんだけども、結構、こうやって、まあ、なんだろうな、ゲームの開発だけじゃないってところがね、こう、面白い会社ですよね。はい。で、次。全世代の Xbox に対応したファイティングボード、XB ファイティングボードが6月25日より順次発売。ブルークデザインは全世代の Xbox に対応したファイティングボード、XB ファイティングボードの発売を6月25日より国内の PC 販売店、オンラインショッピングサイトなどで順次開始する。XB ファイティングボードには独自に開発されたブルークアクト、アーケードコンフィグレーションツール、ソフトウェアが初搭載。プレイヤーがボタン設定を簡単に切り替え、Xbox の各プラットフォームで自在に使用できる。これ何のこっちゃって感じなんですけども、コントローラーってことでいいのかな、ざっくりと。むしろなんかこう全世代の Xbox が動いてなんかデッドリングが出ないとかねそういう本体が欲しいかな。いや、正直もうね、Xbox についてはもう存在を半分ぐらい忘れつつあるかな。まあ、いや、ソフトは持ってるんだけど、あんまりこう、もう全部箱にしまっちゃってて、今。まあ、そんな感じです。はい。で、次。ソニックシリーズは30周年、現行ハードで遊べるタイトルと最新作、ソニックカラーズアルティメットを紹介。これ、トーケンさんの記事で、6月23日の記事ですね。セガを代表するソニックシリーズは1991年に発売されたソニック・ザ・ヘッジホッグ以降、2021年6月23日で30周年を迎える。ここでは現行ハードで遊べるシリーズタイトルを紹介しつつ、最新作ソニック・カラーズ・アルティメットについても触れていく。ソニックシリーズはセガの世界的な人気ゲームキャラクターである音速のハリネズミソニック・ザ・ヘッジホッグが登場するゲームとして展開。1991年に発売されたゲームソフトソニック・ザ・ヘッジホッグで誕生して以来、様々なゲーム機向けにシリーズ作品が発売され、シリーズ累計本数は 11.4 億本を超えている。過去ダウンロード含む。30年の歴史があるという点では、ソニックシリーズの存在は知っていても、シリーズタイトルを遊んだことがないという人も少なからずいることだろう。ここでは現行ハードでプレイできるシリーズ3タイトルをピックアップ。さらに最新作として9月9日に発売を予定しているソニックカラーズアルティメットも紹介していこうということでね。ソニックは、そうね、昔はソニックザ・ヘッジホッグで2、3とかね、CD とかね。まあいろいろこう分かりやすいタイトルだったり、まあゲームギアとかに行くとね、またこうソニックなんちゃらってつくようなゲームがあって、まあ、メガドラでもそうか。結構ね、その時はまだソニック・ザ・ヘッジホッグがメインにあって、まあ、サブっていうか、まあ、周りを固める他のゲームって感じだったんですけど、サターン、ドリキャスかな？ドリキャスでソニック・アドベンチャーかな？だから、2D がソニック・ザ・ヘッジホッグ、3D がソニック・アドベンチャーみたいな感じで、こう、まあ、マリオで言うとね、スーパーマリオ、ブラザーズからこう、
まあ、ワールドとかついてて、まあ、で、64以降、こう、3D が出て、まあ、二方面戦略じゃないですか。で、ソニックもそういう感じで行くのかなと思ったら、ここ数年間はね、結構 2D、3D、ごちゃ混ぜで、しかも、ソニックはつくんだけど、その後のタイトルがいろいろコロコロ変わるんで、順番とかよくわかんないんですよね。まあ、マリオもわかんないっちゃわかんないんだけど、なんかその、一個一個のソニックの後につくタイトルの名前っていうのが、なんかこう統一感がなくて、どれがどれだかよくわかんないですよね。まあ、この記事の中では、ソニックフォースと、ソニックマニアプラス、まあ、これ、あれ 2D のやつですね。と、あと、ソニックチームソニックレーシングが紹介されていますね。で、あと新作って流れなんですけども、そうね。だから、まあ、ソニックも実はマリオと一緒で、ゲームギアだと、まあ、横スクロールアクションが出たり、テイルスのね、アクションがちょっとサブ的なの出たりとか、あと、ソニックドリフとか、ソニックドリフトシリーズが出て、まあ、ソニックドリフトはゲームギアで遊べるから、まあ、そうやってマリオとね、同じような感じで展開をいろいろやってたんですけど、ただ、なんだろうな、まあ、オリンピックはね、マリオと一緒にやってるのは有名なんですけど、どっちかっていうと、そのソニック、でこういろいろ展開していくとどこがメインかよくわかんないのが今ここ数年続いてる感じなんですけど、だからまあなんだろう、まあある意味でこれ現行ハードで遊べるタイトル紹介って感じにしてるんで、現行ハードでね遊べるねソニックを探してとりあえず一本拾ってみる、あのプレイしてみると、あこういうものかってわかるかなーという気がします。まあ正直に毎回プレイはするんだけど、どれがクリアしたか、どれがストーリーどこまでやったかわかんないし、ストーリーの整合性つながりもよく個人的によくわかんないですね。まあそういう意味では、まあマリオもね俺似たようなとこあるから、まあなんだろう、そんなにこうもう30周年になると、まあソニックで遊んだよっていう感じのノリでいいのかなと個人的には思いました。まああんまソニックに思い入れないって言われちゃうと困るんだけど、多分ね、今週の Nintendo 3DS のね、パッケージの紹介の中で、ソニックのタイトルが1個入ってくるかな、という感じです。はい。で、次。多人数参加ゲーム、マーダーミステリーのアプリが登場。iOS、Android、マダミスが日本でサービス決定。これゲーマー編集部で6月25日の記事ですね。まあ、ちょっとアプリなんでこれは飛ばしますが、結構最近多人数参加系のなんかね、そういう、まあ昔で、一昔前で言うと人狼的なものの流れを組んだゲームっていうのが割といろいろ出てて、こうね、流行ってる感はあるんですけど、個人的にはほら、一人シングルプレイ好きだから、なかなかそういうところに手を出しにくいんだけど、なんだろう、PS3 の頃とかにはね、結構じゃない、たまにその、ちょっとこれ、人狼をモチーフにしてるよねっていうのが、と、試みのやつ、PS3 とビータって言ったな、名前忘れちゃった、ロストなんじゃんみたいなやつあったんですけど、だからそういう試みがあってね、シングルプレイでもそういうの楽しませてくれるゲームが出てくれればいいなと個人的には思ってるけど、やっぱ AI 的には難しいのかな。はい。シングルプレイでそういう AI 凝ってやってもね、で、ストーリーそれぞれ違いますってやっても、ね、多分大変なんで、ペイできるのはやっぱり今はアプリなのかな。はい。で、次。ファイナルファンタジー15の実例をもとにした三宅陽一郎氏による論文が2020年度人工知能学会論文賞を受賞。ゲーム AI に関する記念碑的論文と学会から評価。これゲーマー編集部で6月22日の記事ですね。スクエアエニックスは同社のテクノロジー推進部リード AI リサーチャーである三宅陽一郎氏が発表した論文、大規模デジタルゲームにおける人工知能の一般的体系と実装、ファイナルファンタジー15の実例をもとに、が、人工知能学会の2020年度人工知能学会論文賞を受賞したと発表した。まあ、ちょっと難しくてね、まあ。まあ、ようわからんって感じもするけど、ファイナルファンタジーのね、15の時に結構三宅さん、いろんなところでインタビュー出たりしてましたよね。ちょっとゲームの方の評価と、その、なんだろう、その学術的なものの評価っていうのが、まあ結構世の中的に全く別のところで展開されていて、まあしょうがない部分もあるんですけど、まあだから技術的なところの方がね、こうやって深掘りされて、こう、深掘りっていうのかな。まあ今となってね、こう評価されて、ちゃんとこう表に出てきてるっていうのは健全なのかなというのが、一つ。で、もう一つが、
とはいえ、やっぱこう、ゲームって娯楽なので、なんか娯楽の方面の記事よりも、こういう論文学会みたいなものが上回ってこうランキング入ってくるっていうのは、どうなのかなというところも若干ありつつ、まあ、ただ三宅さんおめでとうございますという感じかな。はい。うん。そうですね。なんだろう、こう、毎年ね、セテックと多分そろそろ9月ぐらいにまた毎年あるんで、の流れがまたあるんだと思うんですけど、僕の中では、なんだろう、あんまりね、ゲーム、まあ、僕は技術者じゃないからな、こういうこと言っちゃうのかもしれないけど、ゲームにおけるその娯楽の方向性と技術的素養って部分が全くこう、別で展開してって、ゲームで遊ぶユーザーはあんまり技術的なことを考えずに、好き勝手にゲームで遊べるっていうのが本来いいんじゃないかなと思ってるんですけど、なかなかね、ゲームの開発者でゲーム好きで年を取っていく人が多いから、なかなかそこのこうね、結びつきがどうしても出てしまってしまって、それ以上にその、なんかこう、あんまり技術的なことを考えずにレビューなりなんなりすると、技術的なことを知ってるうちに批判を浴びるみたいな、ね、そういう傾向も若干あってね、それ、映画とかで言うと、例えば CG のね、見せ方なんていうものに、技術的なところの素養を考えずに、やっぱ娯楽として評価するじゃないですか。だからゲームもね、そういう方向に行ってほしいなって思うんだけど、なんかそこがね、いまいちこう、どうしても技術的なものとこう、組み合わせて話をしたがるっていうか、しないとこう、いけないような風潮が若干あるのが、個人的にはね、嫌なんですけどね。はい。まあ、そいつ僕理系なんですけどね。まあ、技術的なのは分かってて、もういいんだけど、なんだろう、こう、読み物っていうかね、ゲームを評価するときにわざわざその技術的なものをこう引っ張り出してきて話する必要もないだろうな、ってな、個人的な見解なんですけど。まあ、ただ、技術的なものがちゃんと元にあってゲームが作られてるってことはすごい大事なことだと思うので、特にね、リアル系な表現のものっていうのはそうなんだけど、ただ、ファイナルファンタジーの15に関して言うと、なんだろう、こう、多分プレイしてると結構おバカに見える部分もあるんで、その、いわゆるその、AI、AI としての優秀さと、このゲームとしてこう、プレイした時に受ける、プレイヤーが受ける実感としてのなんか優秀さは別なのかなという、まあなんかそんな感じもしてしまいました。はい。まあいいや、次。最大 90% オフ D3P& 道玄坂ラボの2021 Steam サマーセール対象タイトルを紹介。新作デジボク地球防衛軍過去略もラインナップ。これはゲーマー編集部の6月25日の記事ですね。D3 パブリッシャーは6月25日に Steam で開催中の2021 Steam サマーセールにおいて同社及び道玄坂ラボから配信されているタイトルを対象としたセールの情報を公開したということで。ああ、D3 さん、Steam も結構出してるんだ。ちょっと個人的に気づいたけど、まあ、パッケージゲームコレクター的にはね、Steam はちょっとスルーということで、次。カリギュラ2発売直前、アニメやスピンオフ小説までシリーズが歩んだ約5年の軌跡を振り返る。近藤智さんの6月23日の記事ですね。6月24日に最新作となるカリギュラ2が発売される。カリギュラシリーズが5周年を迎えることを受けて、これまでの軌跡を振り返る。偶像殺しクロス現代病理がテーマの学園ジュブナイル RPG カリギュラシリーズの最新作となる PS4 任天堂スイッチ用ソフトカリギュラ2が2021年6月24日に発売を迎えるってことで、まあ振り返りなんですけども、まあ、カリギュラシリーズっていう風な、まあ、ちょっとアニメとか、ま、いろいろスピンオフっていうか、まあ、なんだろう、周辺のものについては、ま、僕はあんまよくわかんないんだけど、ゲームソフトに関して言うと、プレイステーションビータで、まず発売されてたんですね、カリギュラはね。で、カリギュラオーバードーズっていうのが、ニンテンドースイッチと PS4 かな。僕は PS4 版をやったのかな。まあ、一応、ビータ版と PS4 版やったんだと思うんだけど、どっちもと途中で、まあちょっと断念、もういいかなと思って断念してしまったんですけども、でもね、やっぱ2が出るってことは、そこそこ、やっぱりこう、人気があるっていうか定着してんのかなという感じがします。まあ、フリューさんですよね、確か。フリューさんの RPG って結構こう、
ね、なんだろう。いろいろとこう、過去のね、いろいろ有名作品に関わってるとか、まあなんかプロモーション的に目立とうとするとか、まあいろいろなね、ところで RPG 展開してて、でも結構2作目に行くっていうのが、なかなかこう、鬼門な感じになってるようなイメージがあって、まあ要は1作出して、で、また違うタイトルで、もう、多分同じスタッフなのかなと思いつつ、もう一作出しとかはあったりとか、まあ、古く行くと、フリューさんはあれですね、3DS だとね、アンチェインブレイズ、レックスとレックス、忘れたけど、アンチェインブレイズシリーズが2作品出たりとかね、あの時は開発会社じゃなくて、どっちかっていうと、その、参加してる声優さんとか、あとは、イラストレーターさんとか、その辺をこう、売りにしてやってました。最近は、ちょっと前だと結構スクエアさんの昔のタイトルに関わった人たちのゲームに展開したり。で、このカリギュラは確か、ペルソナの1とか2とかの方ですよね。そういう感じで、なんかちょっと実績のある方に新しいものをこう作らせるとかね、なんかそういう感じの展開があるんですけど、カリギュラは多分こう2を出して、うまくいけば3、4って、こう、もっと伸びる作品になっていくのかなという感じのね、予感が。ています。はい。ということで、ね、今回もランキング10位まで見ていったんですが、個人的にはやっぱパッケージゲームコレクター的にはやっぱりソニックの話とこのカリギュラの話で、ね、この辺りはまあかもうパッケージで出てる作品ね、過去振り返れるので、ここら辺をね機に一度どんなゲームかプレイされるのもよろしいかなと思います。個人的にカリギュラは1はちょっと、今からやるならオーバードーズやった方がいいです。ビータじゃなくて。要は追加でね、逆側の、向こう側の敵側っていうのかな、の女の子の視点とこうクロスしてみたいな要素が入ったりしてね、ちょっと違った試みがあったりするんでね、そこはいいかな。ソニックに関しては、まあ、いつのハードでもいいから、まあ今から別にね、なんだろう、バーチャルコンソールとかね、3DS とか Wii U とか、Wii U じゃねえかな。まあ Wii U でもいいか。まあその辺のね、バーチャルコンソール引っ張り出してきてもいいだろうしね。まあいろいろ遊びどころあると思うんで、まあそれをやってみるといいんじゃないかなと思います。まああとは三宅さんおめでとうございましたという感じですね。ということで、ね、今日はこのぐらいにしようかと思います。良かったと思ったらぜひグッドの評価をお願いします。あとチャンネル登録もよろしくお願いします。以上、サッカーでした。